開幕戦は TNC で、開幕まであと6日。Me he sentido muy bien, todavía seguir trabajando un poquito más para poder mejorar un poco la condición física, ya que eran 3 meses sin actividad. まあ、イニング、まあ、6回いければいいかなと思ったんですけど、まあ、7回もいけましたし、まあ、自分の中で、いい悪いこれからこうしていきたいっていうものがまあ見えたので、いい登板になったんじゃないかなと思います。いやー、これね、開幕戦ね、ビッグボスのね、日本ハムもね、とにかく元気だけはね、あるんですよ。ここまでね、いろいろ彼はパフォーマンスもしましたし、やりましたけど、オーソドックスな野球やってくると思います、最終的には。今ね、いろんなオープン戦で奇抜なツースライク後のスクイズをやったりとか、いろんなことをしてくるとしましたが、最終的には彼は意外とね、オーソドックスな野球をしてきます。やっぱり負けたくないという気持ちがすごい強いと思うんですよね。やっぱり千賀に対して勝てるピッチャーといったら上沢しかないんです。なぜ上沢が開幕投手かというのはですね、やはりオープン戦の初戦に代理監督を上沢に任せました。ということは、上沢よと、俺と一緒に共に戦おうぞと1年ということで、簡単な試合になりません。上沢の調子もめちゃくちゃいいです。1点差の試合になると思います。もう千賀1点で抑えないと勝てないと思います。打線は2点取りましょう。まあ、2対1というスコアをね、予測させてもらいましたけど、この2人が7回まで投げれば2対1、まあそのどちらかが崩れればワンサイドになる可能性もありますが、まあ僅差の
戦いになることは間違いないです。楽な相手ではないですよ。